歌のプリンス様リピート、愛を始めましょう。すみません、怖かったでしょう。すれ違いのデュエット。皆様、6月になりました。雨の日は多いけど気分だけは晴れやかに練習に励む毎日です。さっきの部分全体的にフラットになりがちなので気持ちピッチ上げ気味に歌うといいと思います。そうか、うん、そうですよね。だからしっくりこなかったんだ。ありがとう、あなたがいてくれるといろいろなことに気づけます。ちゃんと受け入れてくれてる。あなたがいてくれて本当に良かった。篠宮さんが私の耳なんで耳元でそうささやく。ゴゴちゃんってダメですか？その方が呼びやすいと思って僕なりの親愛の示し方なのですが。みんな本田とアゴゴどっちの方が呼びやすいか。本田から。あ、いえ、ダメというわけでは。ではこれからそうお呼びしますね。本当に素敵な名前ですよね。ご両親のあなたへの愛を感じます ありがとうございます。なんだか少し恥ずかしいです。名前で呼んでくれたのはともちゃんだけだったので。それはもったいないですね、こんなに魅力的なお名前なのに。ではこれから僕がたくさんお呼びしますね。ね。それから夢中になって練習していたらいつの間にか夜になっていた。篠宮さんといるとすごく楽しくて時間が経つのを忘れてしまう。そしてそれからレコーディングテストまでの短い期間、私たちは毎晩遅くまで練習し完成度を高めていった。今日はレコーディングルームでテストをする。待って、翔ちゃん出るんじゃない？各クラスごとに課題曲があって各自で練習してそれを収録する。収録した歌を先生方が聴いて成績をつけるのです。ここで不合格になると再テストがあったりして大変なので一度で決めたいところです。いよいよテストですね。はい、もうすぐ本番だというのに篠宮さんはいつもと全く変わらない笑顔を浮かべていた。収録だなんてなんだかワクワクしますね。僕はどんな音を出すことができるんだろう。あなたと一緒に紡いだ歌、楽しみです。そうか、篠宮さんは失敗したらどうしようなんて考えてないんだ。純粋にレコーディングを楽しもうとしている。この人はなんて強いんだ。じゃあ行きましょうか。誰も聞いたことのない二人の音楽を奏でに。はいこっちが緊張して。で、夏木うるわしい、うるわしゅう。あ、翔ちゃん、翔ちゃんも今日テストだったんですね。翔ちゃん、翔ちゃんお知り合いですか？翔ちゃんは寮で同じ部屋なんですよ。おい、噛みすちるやないか、噛みすちるやないか続いて篠宮さんは翔くんの頭をグリグリと撫で回した。だってわざわざ帽子取ってるもんね。やめろっつってんだろ、バカなつき頭撫でんな。かわいい、かわいい悔しい、てめえうまいこの天才ビオラ奏者がクラシック界に帰れ。ああ、なんか素敵な言葉じゃない。クラシック界に帰れって言われたいな。僕一度も属したことないけど。天才ビオラ奏者？なんだ、お前こいつのパートナーのくせにそんなことも知らないのか？ごめんなさいこいつはな、数年前クラシック界から突然いなくなったビオラの天才なんだよ。だいたい、なんだってアイドルなんか詳しいんだね。それはなりたかったからですよ。うん、じゃあいいやんな。篠宮さんはニコッと笑って、さっきよりも激しく翔くんの頭を撫でた。やめろ、あら、頭向けるってマジで。さっきの篠宮さんの笑顔どうしてだろう、なんだか少し寂しげに感じた。あの、もうその辺にしておいた方が、何やら怒ってらっしゃるようですし。でも
怒った翔ちゃんも可愛いんですよね。翔ちゃんはこんなにちっちゃくて、でもいつも一生懸命で、そこが可愛いんですよ。もう怒ったところも好きまで言ったらもうあれやもんな。あれや。篠宮さんは翔くんをぎゅっと抱きしめて、ほおずりした。ちっちゃ。バカにしてんのかこら。離せ。翔くんが篠宮さんの腕の中でジタバタともがくけど、篠宮さんは全く動じていなかった。翔ちゃん大好き。おい、僕の方が大きな声出せるからな。翔ちゃん大好き。なんか恥ずかしくなってきた。やめろ。あのそろそろ本気で止めないと収拾がつかなくなりそう。もちろん僕はあなたも大好きですよ。あ、ちっちゃくて頑張り屋さんですもんね。あ、特に篠宮さんのことまあまあ好きですよ。大好き。あのカーと顔が赤くなってしまい、私は何も言えなくなった。お前らふざけんのもいい加減にしとけよ。そろそろテスト始めるぞ。ほらチビ準備しろ。チビってあなた、一回お仕置きを受けた方がいいでいいようですね。ヒューガ先生に促されて、ようやく篠宮さんは翔くんを話し、翔くんはそのまま逃げるようにブースに駆け込んだ。あ、かわいい。ん？技術的に優れているというよりは、むしろ雰囲気が特徴的で、聞くものを世界へ引き込む、耳に残るというか、すごく印象的な可愛らしい歌声だった。ああ、翔ちゃんのね。でしょ。それは僕ももう知ってるんや。翔ちゃんって本当に可愛いんですよ。うん、知ってるんや。キングダムで見た。篠宮さんはまるで自分のことのように嬉しそうな笑みを浮かべて、翔くんの歌を聴いていた。まあいいだろう、合格だ。お前らしいいい歌だったぞ。どんなもんや。ブースから出た途端、翔くんが V サインをした。ああ、翔ちゃんすごいすごい。お前、バカにしてんのか。そんなことないですよ。ほら次、篠宮、行ってこい。はい。やっぱりうまいな、篠宮さん。たくさん練習したからっていうのもあるけど、本番だっていうのに全然緊張していないし、すごく楽しそうに歌っているから、なんだか聴いてるこっちまで楽しくなってくる。こんなに人の心を動かす歌声は初めて。柔らかくて心地よくて、ずっと聴いていたくなる。よし、上出来上出来。お前のそのセンスは天性のもんなんだろうな。オーケー、二人とも合格するんや。お疲れ様です。どうでした？よかった、上手に歌えてました。これね、かっこよかったです。あ、どこ行った？あ、かっこいいか。なんだか少し照れてしまいますね。でも嬉しいです。これからもずっとあなたにかっこいいと思ってもらえるように自分を磨いていきますね。あなたのためなら僕はいくらでも頑張れる、そんな気がするんです。ともかくお前ら二人とも合格だ。よかったな。もう上がっていいぞ。3人でお茶行きたいね。ちっともよくありません。レコーディングルームのスピーカーから学園長先生の声が聞こえてきた。社長、今度はどこから？ヒューガ先生があたりを見回す。すると、レコーディングルームの天井に設置されていたスピーカーがパカッと開いて、中から学園長先生が現れた。相変わらず非常識な登場しやがって、同じ人間とは思えん。こんなのは面白くありません。よって再テストを開催します。再テストですか？そうです。でも普通にやったら面白くありません。今度はデュエットレコーディングテストにします。うん、そこの二人デュエットしなさい。ちょ待てよ、なんだよそれ。せっかく一発合格したってのに、そりゃねえだろう。チッチッチ、反論は認めません。将来ユニットを組むような仕事が来ないとは限りません。これはその時のためのテストなのです。わあ、翔ちゃんと一緒なんて嬉しいな。早乙女先生、ありがとうございます。たく、面倒くせえな。もっともらしいこと言いやがって。こうしてお二人は即席でユニットを組まれることになったのです。へえ。
レコーディングテストの翌日から早速練習が始まりました。なんでこいつがいるんだよ。パートナーですから、いつも一緒ですよ。いうもんか。俺のパートナーに声かけたら勝手にやってくれって言われたけどな。あ、そうか、翔ちゃんにもパートナーがおるんやもんな。そうなんですか。パートナーのこと心配じゃないのかな。あ、そうだ、僕お菓子を作ってきたんですよ。俺は絶対食わないからな。そんなこと言わずに一緒に食べましょうね、翔ちゃん王子。そんな時だけ手らいぶってもダメなもんはダメだ。なるほど、王子嫌いですか。翔ちゃんは王子様なんですよ。知ってる。そうだったんですか。すごいな。どちらの国の王子様なんですか。煽ってる。え、あ、国とかじゃないけど、とにかく俺のことは王子様と呼べ。んで、お前は今日から俺の家来な。お、マジでいいんすか。家来になっていいんすか。いいんすか。やらせてもらいます。翔ちゃん王子。はい。え、本当にいいのか。いや、うん、そうか、そうだよな。自分が言ったんでしょ、責任持ちなよ。私がはいと返事したら、翔くんはびっくりして聞き返した。なんで驚くんだろう、王子様の家来だなんて素敵なのに。はい、何なるとお申し付けください、王子様。あ、うん。なんだこいつ。自分で言っといてさ。楽しいですね。楽しい、生きてるって感じがする。最近考えてた、なんか世の中のこと、世界のこと、地球のことなんてどうでもよくなる。それにしても特別講師の長男さんといい、この学園には王子様がたくさんいらっしゃるんですね。いや、あの人とは根本的に違うから、主に身長とか身長とか身長とか、それにあそこまで超越されていると勝てる気がしないっつうか。あれはほら、作曲家の王子様だろ。俺はそう、強いて言うなら歌の、歌のプリンス様だ。あ、ここでタイトル回収すんの。あ、いいなそれ、かわいいかわいい。そして私の宮さんは翔くんの頭を撫で回した。だからやめろっつってんだろ。あ、びっくりした。午後なんか倒れたんかと思った。篠宮さんと翔くんがデュエットの練習を始めてから早3日。なかなかうまくいきませんね。呼吸が合ってないんだと思います。そんなことは分かってんだよ。ごめんなさい。でも合わせようにもこいつ変化球すぎて全然読めねえ。確かに篠宮さんは少し、いえかなり自由な方ですが、表現が変幻自在すぎて翔くんとは微妙にずれてしまうみたいです。でも根本的に持っている色は近いと思うから、感覚さえ掴んでしまえばきっと綺麗にはまると思うのだけど。あ、だったらいっそ、あの、生活のすべてを共にしてみてはいかがでしょうか。そうすれば呼吸も合うんじゃないかと。ああ、なるほど、それはいいですね。ちょっと待て、ただでさえ寮で同室だってのに生活のすべてって、お前これ以上何を。そうと決まれば早速寮へ向かいましょう。待て、こら、話を勝手に進めるな。あ、よく頑張ってくださいな、自分だったら。私も手伝います。本当に、うわー、嬉しいな、ありがとう。篠宮さんは私の両手をギュッと握って喜んだ。篠宮さんが喜んでくれると私も嬉しい。大好き。いやいやいや、ちなみにギュッと抱きしめられて、私はあわあわと手をバタつかせた。あの、夏樹、不用意に抱きついてんじゃねえよ、びっくりしてんだろうが。あ、ごめんね翔ちゃん。翔ちゃんもギュッてしてほしいんだよね。はい。篠宮さんが翔くんをギュッと抱きしめた。おい、なんでそうなるんだよ。うお、おしゃれ、草とか置いちゃって。あれ、これ右側の人はテレビ見れるけど、左側の人テレビ一切見れんくない。多分右が翔ちゃんやんな。でも一応翔ちゃん、ちょっとテレビ二人で見ようよ。
テレビなんでそんな一人で見てるんだい、しょうちゃん。よくないと思うな。まあ、夏希さんがテレビとかあんま見ないっていう感じなのかもしれんな。そうして私は篠宮さんと翔くんのお部屋へとやってきた。ちょっと散らかっていますけど、遠慮せずに上がってくださいね。いやいや、綺麗。篠宮さんはそう言うけれど、お部屋は綺麗に片付いていた。部屋は一緒なので、生活のほとんどは翔ちゃんと共にしています。あとは何をすればいいでしょう。そうですね、例えば食事のメニューを一緒にしたり、寝る時間、起きる時間を一緒にしたり、互いの呼吸を知るのが大切なんじゃないかと。なるほど。ではまず、翔ちゃんには僕のことをなっちゃんと呼んでいただいて。いや、いいね、なっちゃん。今の話でなんでそうなるんだよ。僕は翔ちゃんのことを翔ちゃんと呼んでいます。ですから翔ちゃんも。断る。翔くんはものすごい速さできっぱりと否定した。断られてしまいました。篠宮さん、元気を出してください。僕はただ翔ちゃんともっと仲良くなりたかっただけなのに。そうやんな。だからってなんで俺が。そんなにそう呼ばれたきゃそいつに呼んでもらえばいいじゃねえか。え、僕に嫉妬してる。おい、翔くんがそう言うと篠宮さんの目がキラキラと輝いた。僕のことはぜひ夏希くんとお呼びください。ああ、なっちゃんじゃないや。夏希くん、はい。夏希くん。はい。ああ、あここちゃん、はい。恥ずかしい。え、今は勢いで言っちゃったけど、もう一回は無理かも。そういうもんか。嬉しいな。これからはずっと夏希くんって呼んでくださいね。ああ、頑張ります。うん、でもなんかホテルみたい。それから数日、私は篠宮さ、夏希くんの部屋を何度も訪れて、二人の呼吸が合うよう雑用などをしながら手伝っていた。おはようございます。日曜日、約束の時間に部屋を訪れると、翔くんは出かけていて、夏希くんはまだ寝ていた。寝顔かわいい。まつげ長いな。肌も白くて綺麗。あまりにも端正な顔立ちで、ついつい近づいてずっと見つめてしまいたくなる。夏希くん。私はなんとなくそうつぶやいてみた。名前で呼ぶのはまだ恥ずかしかったけど、寝ている時ならいいかなって。そしたら、捕まえた。おお、捕まっちゃったんじゃないの。捕まっちゃったんじゃないの。ずっと手が伸びてきて私の腕を掴んだ。え、寝てたんじゃ。寝ていましたよ。でもあなたが名前で呼んでくれたから、夢の国から舞い戻ってきました。モンスターボールに入ったポケモンみたいな。ごめん、絶対違った。ということはさっきの聞かれ。嬉しいな。ぜひもう一度呼んでください、夏希くんと。夏希くん、顔近。先に近づいたのは私なのですが、強く引き寄せられてしまって、距離がすごく近くてもう見つめるどころではありません。夏希くんと呼んでくれたら話してあげます。おお、そういう。だからお願いね。そういうことできるんだ。え、夏希くんって言ったら話してくれるってことは、僕が夏希くんって言わんかったら一生話してくれんってこと。どうしよう。掴んでる腕にギュッと力がこもる。いや、腕がどうこうだけではなく、顔が近くて恥ずかしい。ねえ、もう一度呼んで、夏希って。耳元で魅惑的な甘い声が響く。くすぐったい。甘い吐息とともに篠宮さんの鼻先が軽く私の頬をかすめる。無理です。目の前がクラクラします。この状況ではもう一言だって言語を発せられそうにありません。ほら夏希、てめえ俺様のいない間に何してんだよ。ごめんね翔ちゃん、ちょっと人の部屋でいちゃこらしてしまったかもしれない。ごめんね、翔くんの部屋でもあるもんね。ごめんね。あ、翔ちゃん、おかえり。なんかちょっとサイコっぽくなかった今の。篠宮さんが手をパッと離してくれた。ただ助かった。ドキドキしすぎて心臓が破裂するかと。おかえりじゃねえよ、この天然スケコバシ。まったくお前は昔からスケコマシって何？下ネタ？昔から？あ、
悪い。昔のことはあんまり言わない方が良かったか。どうしたの？気遣いのできる子なんだね、翔ちゃんは。それだけでわかる。昔？ん？昔って？だから、ほら、あれだよ。小学校の時もさ、バイオリンのコンクール。控え室、一緒だったろ、俺と。バイオリンやられてたんだ。お前、ボケっとしてて、自分の出番も忘れてて。でもステージに立ったら、女子にキャーキャー言われてさ。それから、すごかった。俺なんか絶対勝てない、かっこいい演奏だった。おかしいですね。記憶にありません。確かにバイオリンもやっていましたが、翔ちゃんと出会っていたら絶対覚えていると思うのに。てめえ、俺なんか眼中にねえってことかよ。そうじゃなくて、ごめん、あの頃の記憶ってすごく曖昧で、だから自分でもよくわからなくて。お前がバイオリンやめてビオラをやり始めたって聞いた時もショックだったけど、でもお前のビオラを聞いて悔しいけど感動した。だからそれでもいいかって思った。それなのに、なんでそれすらやめちまったんだよ。それは僕が弱いから。ビオラはとても奥深くて、どれだけ頑張っても自分で納得のいく音は出せなくて。でもみんなは僕の中途半端な音を褒めてくれて、それで十分だった。僕がどんなに違うって言っても誰も分かってくれなくて、誰も僕の出したい音を教えてはくれなかった。答えのない道をただひたすらに進むのかと、そう思ったらすごく怖くなったんだ。その道は果てしなく長くて遠い。怖いよね。本当言うとね、今も怖いんだ。アイドルが歌うのを見てすごく楽しそうで、僕もあんな風に音を楽しめたらって、そう思ってこの学校を受験したんだ。でも歌にも正解なんかない、自分で作っていくしかないって気がついた。でもね、今僕は一人じゃないから、あなたが、そして翔ちゃんがいてくれる。誰かがそばにいて一緒に悩んでくれる。幸せ者じゃないか。それがすごく嬉しくて、ね、頑張ろうって、うん、頑張れるって思ったんだ。今度は答えを見つけられそうな気がするから。たく、しゃあねえな。わかった、今回は協力してやるよ。翔ちゃんいい子だな。ありがとう翔ちゃん。篠宮さんが翔くんをギュッと抱きしめた。翔ちゃん、バカやめろ、苦しいっつーの。そしてテスト当日、特訓の成果が出たのか、本番二人ともとても息が合っていた。篠宮さんは相変わらず変則的だったけど、翔くんもぴったりとそれに合わせている。合わせているというより二人が同じ気持ちで同じように楽しんでいるから、入りのタイミングはニュアンスがぴったり重なって絶妙なハーモニーになっている。すごいな、まるで長年一緒に歌ってきて何もかも分かり合っている親友同士みたい。そして歌が終わり、あとは結果を待つばかりです。ブラボーブラボー、すんばらしい演奏でした。合格です。よく頑張りましたね。やったやった、それ高い高い。バカやめろ、乗ろうぜ。はっはっは、これも愛です。仲良きことは美しきかなです。へいへい、ユウたち、ユニットデビューしちゃいなよ。冗談じゃねえ、二度とごめんだ。そんな風に翔くんは怒っていたけれど、本当はちょっと楽しかったんじゃないかな。なんだかすごくそんな気がしてなりません。
ユニットを組んだ直後はどうなっちゃうのかなと少し心配したりもしたけれど、二人とも息がぴったりですごくかっこよかった。最初はすれ違っていたみたいだけど、二人とも仲良くなれてよかったな。ああ、仲良しですね。私がそう言うと、篠宮さんはにっこりと微笑み、さっきよりも高く翔くんを持ち上げた。それ高い高い。すごい、かなり高いですね。落ちたら痛そう。だからやめろっつってんだろ。翔くんはすごく嫌がっていたけど、篠宮さんはとっても楽しそうだった。いつかお二人のユニットソングを作れたらいいな、なんて思わずそんなことを考えてしまいました。いいやん、なんかめっちゃいいし、顎子もいい、いい顎子出てる。ありがとう、僕のミューズ。ミューズ素敵な歌詞ですね。眺めていると気持ちがこうふわっとしてうっとりとしてしまいます。ときめきというんでしょうか。ときめきですか。なんだかドキドキする言葉です。でも気に入ってもらえたなら嬉しいな。